日野ミッドナイトグラフィティ走れ歌謡曲。令和3年3月26日金曜日、時刻は3時になりました。日野ミッドナイトグラフィティ走れ歌謡曲、おはようございます。朝のスマイルサプリ、グイセリナです。今日もよろしくお願いします。金曜走れ歌謡曲、ついに最後の放送を迎えました。金曜日ラストです。歴代パーソナリティとたくさんのリスナーの思いが込められたバトンを昨日佐藤千秋さんから受け取りました。最後まで笑顔で楽しく元気に走り切りたいと思います。よろしくお願いします。今日ね、来たんですけど、この文化放送にもうたくさんお便りが届いてて本当に感動しました。リスナーさん、皆さんありがとうございます。いや、ちょっとね、不安だったんですよ。やっぱりたくさん歴代のね、他の曜日のパーソナリティさん、長くやれる方も多いので、いや、なんか他の曜日より少なかったら悲しいなとか思ってたんですけど、本当にそんなことなく、リスナーの皆さんは私にもやっぱりあったかかったです。本当に全部ね、読ませていただいたので、後々にね、ちゃんと、皆さんのところにお返しというか、ちゃんと読んでいきたいと思います。今日のメールテーマはフリーです。ぜひどしどし送ってください。メールアドレスは走れアットマーク joqr.net まで、懸命に金曜日と書いて送ってください。最後までお付き合いください。お願いします。おい、日野ミッドナイトグラフィティ走れ歌謡曲。この番組はトラックバスの日野自動車の提供でお送りします。日野自動車、お役立ちインフォメーション。ドライバーの皆さんはエコドライブの大切さ、よくご存知ですね。そして毎日実行されていると思いますが、そのポイントを簡単におさらいしてみましょう。何よりも急発進、急加速は燃費の大敵。ゆっくりとスタートし、ゆっくりと加速。そしてシフトアップは早め早めがポイントです。エンジンの回転数はいつもグリーンゾーンを目安にしてください。次のポイントは、なるべく一定の速度で走ること。無駄な加速減速を繰り返す、いわゆる波状運転は燃費を悪くする大きな原因になります。またブレーキ操作の時に直前までアクセルに足を置いたままだと燃料が無駄になります。早めにアクセルから足を離してエンジンブレーキを上手に使うこともエコドライブにつながります。エコドライブは燃費に、環境に、そして安全にも良い効果があります。ドライバーの皆さんのご協力、これからもお願いいたします。金曜朝のお相手は福井セリナです。私へのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは走れアットマーク joqr.net、 懸命に金曜日と書いて送ってきてください。メッセージ待ってます。私の走れ歌謡曲はこの曲からスタートしました。2007年平成19年の一曲、嵐でハピネスをお届けしました。いや、めっちゃ懐かしいですね。なんか覚えてるんですけど、走れが始まった頃に、このオープニングあるじゃないですか。さっきめっちゃギリギリだったんですけど。このオープニングがね、多分全部で1分30秒あるんですよ。そう、喋れるのが1分30秒あって、で、今めっちゃギリギリだったんですけど、この1分10秒までに話を終わらせて、このメールテーマを言わなきゃいけないっていうこの枠があるんですけど、これを守るのがめちゃめちゃ大変で、この、なんていうの、秒数を数えたりとか、こう体感でね、秒数をこうちゃんと区切っていくのって、こう今までやってなかった人間からするとめちゃめちゃ難しくって、最初にそれですごい苦労して練習したなーっていうのを今失敗しそうになって思い出しました。危ない危ない。最後に失敗するところだった。ギリギリね。
収めることができました。いやでもこうやってねラストも、いや本当はなんかこう結構昼間とか緊張してて、どんな風に最後お届けしたらいいんだろうなみたいな、なんかちょっと考えてたんですよ。珍しくっていうのもなんですけど、私結構こう本当にあったことをねポン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 今まで喋ってきたので、こう考えて喋るっていうのがあんまりねこうやってこなかったので、どんな風に喋ろうかなってこう事前に考えてたら、だんだん昼間からドキドキしてきちゃって、なんか珍しくね緊張してたんですよ今日。でも昼間に木曜日の昼間に、そう昨日の昼間に千秋さんから連絡が来て、セリナちゃん今日頑張ってねみたいな、聞いてるよって千秋さんから連絡くださって、ありがとうございます、なんか珍しく緊張してますって言ったら、千秋さんが、いやセリナちゃんなら絶対大丈夫だよってポンって一言くれたんですよ。そしたらすごい一瞬で肩の荷が下りて、なんかホッてしたんですよね。だからなんか千秋さんの言葉ってマジですごいなと思って、なんかこんなに言葉一つだけでこう気持ちが変わるっていう経験をしたのが初めてで、なんかあ千秋さんマイマザーって思いました。いや年齢はそんなにねすごい離れてるわけじゃないんですけど、ちょっといやもうお姉ちゃんの域超えてます。母なる大地はってこう歌いたいレベルに本当に緊張が解けて、いや千秋さんもうこの場を借りて、もしかしたら聞いてくださってるかもしれないと思うんですけど、いやありがとうございますとお伝えしたいです。でね、メールもたくさんいただいてるのでどんどんご紹介していきたいと思います。ラジオネーム薬剤師の卵さんから、セリナさんおはようございます。おはようございます。最初で最後のメールを送らせてもらいました。実は私一昨日の国家試験の合格発表で無事薬剤師の資格を取ることができました。一同拍手いつも試験勉強をしながら走りを聞いていましたが、特に金曜日は私もセリナさんみたいな薬剤師さんになれたらいいなと願いつつ聞いていました。嬉しい。今回走れ歌謡曲最後の日に合格の報告ができたことがとても嬉しいです。4月からは調剤薬局で働く予定なのですが、もしよかったらセリナさんから今後薬剤師として働いていく上での心構えみたいなアドバイスをもらえたら嬉しいなと思ってメールさせていただきました。毎週セリナさんのマイペースな話しぶりとチャーミングな引き笑いに元気をもらっていました。本当にお疲れ様でした。これからのご活躍も楽しみにしていますというメールをいただいています。嬉しい。ありがとうございます。こんな、この薬剤師の端くれなんですが。慣れたらいいなーなんて言ってもらえて本当に幸せです。私もね薬剤師を始めたのは卒業して1年明けて去年の5月からだったんですけど、ね、やっぱこの1年間で学んだのは、こう薬剤師さんってやっぱお薬のことたくさん聞かれるんですけど、結局患者さんとコミュニケーションが取れないと患者さんって自分の悩みみたいなのを話してくれないんですよ。で結局その言えない悩みみたいなところにお薬との組み合わせとかの関係でなんかいつも食べちゃってるものとかそういうのが隠れてたりするので、患者さんとのこう関係をより親密にする、通ってくれる患者さんとの関係をより深くしていくっていうことが、私は普通の人間関係でも大事だと思いますけど、やっぱり薬剤師としては大事だなって思うので、よかったらね、いやもう患者さんとマブダチぐらいの感じで仲良くしていったらいいんじゃないかなって思います。でも本当に合格おめでとうございます。そして走り聞いてくださってありがとうございます。薬剤師の卵さん、メールありがとうございました。それでは続いての曲に行きたいと思います。私が何か行き詰まった時にいつも聴く曲です。恋人の歌ではあるんですが、愛子さんの遠くまで伸びるような声と明るい曲調にいつも助けられていました。2010年平成22年の一曲、愛子さんでボーイフレンド。ここで日本道路交通情報センターの資料提供による3時5分現在の全国の主なハイウェイ情報です。
まずは東北道上り線白川中央スマートインターチェンジ出口は工事のため6時までの予定で閉鎖中です。山陽道上り線広島インターチェンジから広島東インターチェンジは事故のため通行止めです。東九州道上下線大分宮川内インターチェンジから佐伯インターチェンジは工事のため午前5時までの予定で通行止めです。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いします。新型コロナウイルスの予防感染拡大防止のため車内の換気を心がけましょう。またこまめに手洗いうがいをし咳エチケットやマスクの着用もお願いします。走れ歌謡曲はプロドライバーの皆さんを応援しています。次のハイウェイ情報は午前4時過ぎにお届けいたします。以上主なハイウェイ情報でした。続いては日本気象協会の資料提供による全国の天気予報です。まずは概況からお伝えします。今日3月26日は東日本と西日本は晴れて暖かくなるでしょう。関東から九州、沖縄は朝から晴れそうです。北海道と東北、北陸は雲が多く午前中は雨のところがあるでしょう。新潟では雷が鳴るところもありそうです。午後は天気が回復して東北の太平洋側は晴れ間が出るでしょう。最高気温は平年より高くなりそうです。北海道から北陸は4月上旬並み、関東から沖縄は4月下旬並みでしょう。桜の開花も進みそうです。続いて今日の予報です。まず札幌、曇りのち晴れ、降水確率は午前 10%、 午後 0%。 仙台、晴れ時々曇り、降水確率は午前午後ともに 10%。 新潟、曇り一時雨、降水確率は午前 50%、 午後 40%。 東京、晴れ時々曇り、降水確率は午前 0%、 午後 10%。 富山、曇り時々晴れ、降水確率は午前午後ともに 20%。 福井、晴れ時々曇り、降水確率は午前午後ともに 10%。 静岡、晴れ、降水確率は午前午後ともに 0%。 名古屋、晴れ、降水確率は午前午後ともに 0%。 大阪、晴れ、降水確率は午前午後ともに 0%。 広島、晴れ、降水確率は午前午後ともに 0%。福岡、晴れ、降水確率は午前午後ともに 0%。 最後に那覇です。晴れ時々曇り、降水確率は午前午後ともに 10% となっています。以上全国の天気予報でした。東京浜松町の文化放送キーステーションに生放送でお届けしている走れ歌謡曲、今朝のお耳のお供は福井セリナです。皆様からのメールつぶやき待ってます。お届けした曲は1985年昭和60年の一曲、小林明さんで熱き心にでした。ではここであなたと走れ歌謡曲の思い出のお便りをご紹介いたします。松戸市のラジオネームしぶしぶさんからいただきました。今日もツイッターでつぶやいてくださりありがとうございます。ツイッターもねしっかり見ているので、皆さんどしどしつぶやいてください。なんか何でもね、こっちのツイッターがなんか見られてないんじゃないかって言ってね、こうなんかこう噂になってるので、私たちはちゃんと見てます、最後の最後まで。なのでどしどしつぶやいてください。それでは読ませていただきます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃、これが走れ歌謡曲との出会いのきっかけです。彼女の歌が聴きたくて朝から晩までラジオにかじりつき、歌番組を探す毎日。時刻が深夜から明け方に変わる頃、眠くてうとうとしながら必死にダイヤルを回していると、ノイズの中から不意に流れてきた優しいお姉さんの声と音楽、
それが走れ歌謡曲との出会いでした。この番組を通じて深夜に働いているトラックとそれを運転するドライバーさんがいるということを知り、そんな方々を支えたいという思いから、就職の際トラックのディーラーの営業職を志望しました。お客様の荷物を聞き、走るルートを聞き、そのお仕事に最適な形のトラックを提案します。特に日野プロフィアや日野レンジャーのような大型中型トラックの荷台は荷物に合わせ完全オーダーメイドで作るので、同じように見えても一台一台少しずつ違います。そんな走れ歌謡曲を通じて選んだ仕事、昼夜休みもなく日本の物流を支える運送会社さん、ドライバーの皆さんに微力ではありますが貢献できたのは小さな誇りです。番組が終了するのは残念ですが、パーソナリティの方々並びにスタッフの方々、リスナーさん、その他この番組に関わられた皆様、本当にありがとうございました。この素敵な番組がいつかまた復活することを願っております、という素敵なメールをいただいています。ありがとうございます。いや、走りを支えてくださっているトラックドライバーの皆さん、さらに支えているトラックディーラーさん、完全オーダーメイドで作ってるなんて驚きですね。私知らなかったです。一個一個違うんですね。いや、道路でよくトラックを目にするんですけど、一つ一つに愛がこもっていると思うと、多分これからトラックを見るときに私も多分ほっと温かい気持ちになると思います。いや、長い間走りを聞き続けてくださってありがとうございました。その仲間にね、少しの間だけでも入れた私は本当に幸せ者だと思います。しぶしぶさん、メールありがとうございました。番組ではあなたと走れ歌謡曲の思い出を今日も募集しています。明日の放送までにメールで送ってください。メールならまだ間に合います。短くても構いません、長くても構いません。番組の思い出をお送りください。採用の方にはポストカードや昔のステッカーなどの番組グッズをお送りいたします。メールの件名には必ず思い出と書いて、走れアットマーク joqr.net までお送りください。それでは続いての曲に行きましょう。私に代わって金曜走れのスペシャルパーソナリティを務めていただいた鈴木純子さんも歌っている走れ歌謡曲から生まれたユニット、夜明けのマドンナの曲をお届けします。純子さん、今日の放送聞いてくださっていますかね。夜明けのマドンナで狐と狸。福井セリナです。疲れたら休憩しましょう。笑顔とゆとりを持って安全運転で目的地まで走ってください。走れ歌謡曲はプロドライバーの皆さんを応援しています。お届けした曲は2000年平成12年の一曲、慎吾ママで慎吾ママのオハロックでした。いやね、この曲は私が選んだんですよ。実はね、この歌詞聞きました？皆さん、このママとパパ、お兄さんお姉さん、おじいちゃんおばあちゃん、お隣さんもオハーって言ってるんですよ。走れじゃんと思ってやっぱりね、もう日本全国の皆さんにオッハーって言ってる番組じゃないですか、走れ歌謡曲って。なんかわかんないけど、もうこの曲しばらく聴いてなかったのに急に舞い降りてきてだからラストの曲でなんか好きな曲流していいですよって言われて、こう何曲か選んだんですけど、その中にこれを入れさせてもらいました。めっちゃ元気になれますし、なんかちゃんとご飯食べるんだよって言ってる曲なので、走れが終わってもね、皆さんに健康でいてほしいっていう気持ちを込めてこの曲を選ばせていただきましたなので、ね、たまにこの曲を聴いて健康を取り戻してくださいそれではいただいたメール読んでいきます。ラジオネームセリーさんのしすじさんから、いつもありがとうございます。千秋さんがマイマザー、セリー、それはちょっと、せめてマリコ姉さんの次のチー姉ちゃんくらいにしませんか。で、千秋さんは別名ミラクル千秋なので、ある意味そのお言葉もミラクルなのです菩薩みたいになっちゃってるじゃないですかあの五戸さんもそのミラクルの虜になってしまったくらいに。まあそんなわけで、ミラクル千秋にスマイルセリナ、この調子で最後まで頑張ってボンちゃんにバトンを渡しましょう。ボンちゃん頑張ってねの締めの一言が何気にお気に入りなのです。では、というメールいただいています。ありがとうございます。
そう、千秋さんはあれなんですね、あの黒ひげをキャッチしたあの瞬間からミラクル千秋と呼ばれているんですね。いや、千秋さんの言葉はすごかったですよ、本当に。でもそうなんですけど、マリコ姉さんは確かにそうなんですよ。でもマリコさんがお母さんってことは、実はね、昨日の放送で、あの千秋さんがね、本当は放送では全然そんな感じしなかったと思うんですけど、もう走りが終わっちゃうっていうので、こうすごくシュンとしてたらしいんですよ、放送前にね。なんかしょぼんってしてたらしくて、でそこに来たマリコさんが、おい何をしてるんだと、最後なのにそんなしょぼんってしてちゃダメじゃん、いつも千秋に踊れなよって言って、背中をバッシバシに叩いてあの千秋さんの細い体をバッシバシに叩いてめっちゃ元気づけたらしいんですね。でやっぱりこう、私は聞いてた時は千秋さんやっぱりめっちゃ明るいなみたいな、すごい私泣くと思ってたので、最初から泣いちゃうんじゃないかと思ってたくらいなので、あ、千秋さんすごい元気に話してるって思ってたんですけど、それはマリコ姉さんがいて、もうさらにもマリコ姉さんの前に、千秋さんの前にマリコさんがいたんですよ。だから私はもうマリコさん、千秋さんは完全にマザーになっちゃったので、今回の一件で、だからその上にマリコ姉さんがいるんですよ。だからマリコさんはおばあちゃんに昇格しました、完全に。千秋さんお母さん、千秋さんお母さんにレベルアップしちゃったんで、マリコさんおばあちゃんにレベルアップしちゃいました。もうあのね、こう大変ですね、やっぱり。そう、レベルアップすると人間おばあちゃんになっちゃうんですよ。なんか私はね、私多分前も放送で言ったことあると思うんですけど、可愛いおばあちゃんになるのが夢なんですよ。そう、もう可愛くて、もう生きてるだけで本当丸儲け状態の、おばあちゃんいいよ座ってないよ、あ、ご飯いっぱい食べたのすごいじゃんって言われるおばあちゃんになりたくって、だからマリコ姉さんはもうその域に達してるっていうことなんですよね。もう叶わないんですよ、本当に誰もが。だから皆さん、マリコ姉さんを皆さん拝んだ方がいいです。マリコおばあちゃんを拝んで、千秋お母さんを拝んでね、生きていこうと私はこれからも思っています。ぜひ皆さんも一緒に拝んでいきましょう。セリーさんの羊さん、メールありがとうございました。それでは続いての曲に行きたいと思います。今回走れで何の曲をかけようかなって考えていた夜にですね、夢の中で流れてきた曲です。コナン世代にはおなじみ、1997年平成9年の一曲、小松美穂さんで謎。お届けした曲は1988年昭和63年の一曲、香西かおりさんで雨酒場でした。私にとっては最初で最後の走れ歌謡曲のイベントで、トークもご一緒させていただき、本当に一生の思い出になったので今回選ばせていただきました。やっぱり素敵な曲ですね。それではいただいたメールを読んでいきたいと思います。ラジオネーム広島のひでさんから、セリナさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。とうとう走れ歌謡曲、金曜日も終わりの日になってしまいましたね。公開録音でセリナさんの引き笑いの回数の話題を取り上げていただきましたが、昨年6月の途中からになりますが、セリナさんのヒーの引き笑いの回数実は数えていました。数えるために野鳥の会が使っているような数取り機も買いました。カチ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 。結果放送38回分でフリートーク時間トータル18時間51分中2080回でした。一番組平均54回、32秒に1回ヒーの引き笑いですね。やばい、この方理系すぎる。引き笑いの多いラジオパーソナリティでギネス更新できないでしょうか。ギネス記録保持者になれる。冗談をさておき、セリナさんの引き笑いの回数はすなわち笑いスマイルの回数です。セリナさんのたくさんの笑いと楽しいトークを聞いていると、自然と笑顔になっている自分がいました。まさに朝のスマイルサプリ、福井セリナさん、楽しい時間を本当にありがとう、というメールをいただいています。嬉しい。こんなにも地道に私の引き笑いを数えてくださっているリスナーさんがいるなんて、私の人生捨てたもんじゃない。だってなかなかないですよ、引き笑いの回数を数えてもらえるなんて。やってほしくてもできないですから、なかなか。だって、見てください、ほら、添付の書類まで。これ多分エクセルですね、
エクセルを活用した書類までいただいてしまって、しかもね、ここにね、今までのメールテーマが書いてあるんですよ。これすごい嬉しい。なんかこう、毎回メールテーマ結構考えてるじゃないですか。今日は何の日だから、いやでもこの前と被っちゃうかもしれないし、とか結構私たち、こんなね、ヘラヘラヘラしてるんですけど、ちゃんとメールテーマを一生懸命考えてたんですよね、毎回。だから、やっぱり全部は覚えてないんで、私も。こうやってね、書いてくださってるの、すごく嬉しいです。7月17日、セセリーぎっくり腰でお休み。小林七重さんがヘルプって書いてある。ありがとうございます、七重さん。すごーい。セセリさん極める料理5品宣言1月15日これ怖いですね。私制覇してんのかな、ちゃんと。してないんですか。嘘、してないかな。だってエビチリとか肉じゃがとか作りましたよ。多分ギリギリしてるんじゃないかなって思ってるんですけど、どうなんだろうな。あ、で節約術、私水筒使い始めましたよ。今日持ってきてないけど。嘘じゃないです、全然嘘じゃない。昼間も家で水筒で飲んでました。そう、家で水筒で飲むって あんま意味ないかもしれないけど、保温されるんですごく良くて、水筒使ってるんだぞ私はっていうのをね、こう私から発する電波でリスナーさんに届けてました今日。だから安心してください、私はエコにね走り始めてます今。すごいな、こんなにたくさんメールテーマをやってたんだ。いや、ありがとうございます。これ大切に取っておきますね、私の一生の思い出にします。広島のひでさん、ありがとうございました。それでは時刻は間もなく4時を迎えます。東京浜松町の文化放送からお届けしている橋で歌謡曲ですが、福井放送でお聞きの方とはこの曲でお別れです。福井放送でお聞きの皆様、今までありがとうございました。明日のグランドフィナーレもぜひお聞きくださいね。1993年、平成5年の一曲、安全地帯で一人ぼっちのエール。ここで日本道路交通情報センターの資料提供による3時5分現在の全国の主なハイウェイ情報です。まずは東北道上り線白川中央スマートインターチェンジ出口は工事のため午前6時までの予定で閉鎖中です。山陽道上り線広島インターチェンジから広島東インターチェンジは事故のため通行止めです。東九州道上下線大分宮川内インターチェンジから佐伯インターチェンジは工事のため午前5時までの予定で通行止めです。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。新型コロナウイルスの予防感染拡大防止のため車内の換気を心がけましょう。またこまめに手洗いうがいをし、咳エチケットやマスクの着用もお願いします。走れ歌謡曲はプロドライバーの皆さんを応援しています。以上、主なハイウェイ情報でした。金曜朝のお相手は福井セリナです。私へのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは走れアットマーク joqr.net、 懸命に金曜日と書いて送ってきてください。メッセージ待ってます。まだまだこの後も5時まで走り続けます。お届けした曲は1988年昭和63年の一曲、爆風スランプでランナーでした。いや、なんかツイッターでマリコ姉さんがおばあちゃんに昇格した件についてなんか話題になってるみたいなんですけど、なんか家族構成はどうなのかっていう話になってるみたいで、確かにこれ家族にできるなと思ってちょっと考えてみたんですけど、まあ、まず確実にマリコ姉さんおばあちゃんに昇格しました今で、千秋姉さんは今お母さんです。千秋お母さん、じゃあお父さん誰なのよっていう話、もうこれは一人しかいないと思うんですよね。まあ、ゴノヘパパですね、完全に。え、絶対そうでしょ。あの子を全部をまとめてくれる大黒柱感、もうついていけば大丈夫っていう安心感、完全にゴノヘさんはパパです。
もうここは絶対に揺れ動かないんですよ。でね、あの西名さんを、いや西名さんとっても言いにくいんですけど、本当にリスペクトを込めて、本当のリスペクトを込めて、あのお芋好きの猫、猫いや西名さんはねお姉ちゃんかなって思ったんですよ、一瞬ね。そう、でも妹は、いや違う、無礼だと思って、妹、私が上なわけないと思って、無礼だと思って、いやそう考えたらやっぱり家族に愛されている、こうどんなことを していてもこうめでてしまう猫だなって思ったんですよ。で、あのお芋をあげないとめちゃめちゃ拗ねるっていうお芋を定期的に与えないとすごいなんか全然話してくれなくなる猫。え、ボンちゃんは完全に双子の姉か妹どっちかなんですけど、まあ、設定的にはあの千秋さんもマリコさんも五戸さんもちょっとお茶目なんで、でどっちが妹でどっちが姉なのっていう質問を私とあのボンちゃんが聞くんですよ。でも教えないって言って、一生教えてくれないっていう、どっちが妹か姉かわからないっていうファミリーです。双子です、完全にでも一生どっちが姉か妹かわからない双子っていう感じで、で松原さんはこの一家が通っていた幼稚園の校長先生ですめちゃめちゃぽくないですか、完全に地域が完成してると思って、いやこれ走れ歌謡曲っていう多分ね土地がありますよ、そこら辺に。だからなんか、いや全然家族が成り立ってると思ってちょっと感動しちゃいましたね。いやでも、いや西名さん怒ってないといいな、猫にしちゃったからね、一人だけ人間じゃないじゃんって言って拗ねてるかもしれないですけど、でもね愛を込めてお芋好きの猫ですじゃあいただいたメールを読んでいきたいと思います。ラジオネームリストのピアノ弾きさんから、ついに来てしまいました、走れ歌謡曲最終回。金曜ツイッターではホワイトボードの可愛らしいイラスト、今朝も3時から走れ歌謡曲始まりますよの掛け声、放送では素敵なエピソードトーク、たまに小さい声で聞こえてくる若杉ディレクターのツッコミなどなど、本当に大好きでした。走れの終了、私自身あまり実感が湧いていないというのが正直なところですが、最後までセリナさんの素敵な放送でゴールテープを切りましょう。私も伴走します。改めまして歴代金曜日パーソナリティの皆さん、セリナさん、スタッフの皆さん、今日まで放送お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。放送でご縁がありますようにという素敵なお手紙をいただいています。なんと15歳です。この文章って15歳、私15歳の時絶対マジやばいとかしか言ってなかったですすごい、本当にありがとうございます。でしかもね、ちゃんとホワイトボードの可愛らしいイラストって言ってくれてるんですよね。ほら、何を笑ってるんですかいやね、あのツイッター見てくださった方わかるかもしれないんですけど、あの今日もね似顔絵を描いたんですよ。でもね、あの訂正させてほしいのが、主張したい、あれは全部私が描いた絵じゃないんですよ。これだけは主張させてください、本当に。なんかね、多分左上と右下のやついい感じにうまいと思うんですよ。でも右上と右下のやつ怪獣みたいになってると思う右上左下かな、あの若杉ディレクターと中村 AD を描いてるのは私です。でもあのソバージュ髪の絶対に私じゃない私絶対に私じゃない私を描いてるのが中村 AD で、その下のうんうんうん誰かを描いてるのが若杉ディレクターなんですよ。そっくり、ちなみにあれそっくりなんで皆さんぜひ当ててくださいちなみに結構いい感じに似てると言うと結構怒られるとは思うんですが結構似てるので、ね、当ててほしいっていう気持ちはあります。いやでも本当にそうですよ、ホワイトボードの可愛らしいイラスト、これ言ってくださって本当に嬉しい。でも聞いてくださってありがとうございます。最後まで一緒にゴールテープを切ってくれたら嬉しいです。リストのピアノ弾きさん、メールありがとうございました。それでは続いての曲に行きたいと思います。
私に切なさや胸が締め付けられるという感情を教えてくれたアニメ、金色のガッシュベルの主題歌でした。2003年平成15年の一曲、千綿秀典さんでかさぶた。お届けした曲は2007年平成19年の一曲、アンジェラアキさんで桜色でした。いやー、さっきの走れメンバーの家族構成なんですけど、一人ね、言おうか迷ったお方がいたんですけどね、あの走れのプロデューサーの南里さんというお方がいらっしゃるんですが、私その人もねちょっとイメージがついてまして、あの下校中に必ず通学路で会うおじいちゃんね、あの通学路で絶対会うんですよ。だから帰りに、あ、なりさん元気って言って、みんなが挨拶して、お、大丈夫じゃよって言ってみんなが絶対にあのなりさんに挨拶して帰るっていう、あ、おじいちゃん元気だって言ってみんながハッピーになるっていうのが、まあ南里さんなんですよね。そう、それを言おうか迷って、なんかいやでもこんなイメージを言ったら失礼になるなと思ったけど、まあ最後で逃げれるからいいやと思ってちょっと言っちゃいました。はい、いやでもね、必ず挨拶したくなるおじいちゃんっているんですよね、必ず。だからちょっと言っちゃいました、失礼しました。いや、それではね、あの募集したセリー語録をねたくさんいただいているので、あの読んでいきたいなって思うんですけど、ちょっと自分的にもあの言っていることが意味がわからなすぎてなんかね、発表するのが恥ずかしくなってきちゃったっていうレベルなんですけど、本当に意味わかんない、なんかいつ言ったのって感じなんですけど、豆腐っていろいろあるじゃないですか、卵豆腐とかごま豆腐とか、あやつらって本当に豆腐なのかっていう疑問とか本当にいつ言ったのっていう、コーンスープがない自販機ってどういうこととか、え、本当にこれいつ私言ってるのっていうのが多すぎて、いや皆さんよく覚えてるなって思うんですけど、え、黄土色の土壁、日本の良さ 100% とか本当意味わかんなくないですか何の話でこれになったんだろうっていう、絶対に使わなくても茶室が欲しい、 100% 使わなくても茶室が絶対欲しい多分家の構造をね言ってると思うんですけど、え、本当に意味わかんない、どうしちゃったんだろうね、なんであのカレーの匂いってなんだろう、浮く、なんか体が浮く、なんかわからないけど、あ、カレーだって言って、なんか一段階心臓が上に来ませんっていう、本当に何言ってるか意味がわからなすぎてよくリスナーの皆さんは今までこの回を聞いてくださったと、ありがとうという気持ちに本当になりましたね、こんなにはちゃめちゃだけど、なんかこうなんて言うんだろう、それをエンタメとして優しい目で受け入れてくださって本当にありがとうございます。もうリスナーの皆さんのおかげで私はここまでやってこれました。それではね、時刻は間もなく4時30分を迎えます。東海ラジオ放送でお聴きの方とはこの曲でお別れです。東海ラジオ放送でお聴きの皆様、今までありがとうございました。なお明日の放送は東海ラジオ放送でも朝の5時まで最後まで放送します。ぜひお聴きください。文化放送プラスチューン、氷川きよしさんで南風。福井セリナです。いつも笑顔で安全運転お願いします。走れ歌謡曲はプロドライバーの皆さんを応援しています。お届けした曲は1998年平成10年の一曲、ミーシャさんで包み込むようにでした。あと30分ぐらいで終わりなんだって、やだいやだそれではメール読んでいきたいと思います。ラジオネームチョケさんから、セリナちゃん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。
テーマとは関係ないんですが、本当に最後の最後に教えてください。薬学部トップのセリナさんにこれだけは教えてほしいんです。足の裏のイボ、タコに貼って治すスピール効は最終的にはその芯までも取れるんでしょうか。厚くなった皮は綺麗に剥がれてすっきりするんですが、いまいち芯は残っているんですよね。薬学部セリナ様教えてください。変なことですいません。今日でお耳にかかれなくなりめちゃんこ寂しく残念ですが、夜中の仕事に張り合いを癒しをスマイルを与えてくれて本当に感謝します。ありがとうございましたというメールをくださっています。チョケさん、最後の最後に足の裏のイボの話とは、やっぱ走れリスナーさんは最強ですね。足の裏のイボって絶対痛いですよね。いや、スピール効は効くんですよ。あのすごく真面目に返すと、スピール効ってサリチル酸っていう成分が入ってて、あのお肌をすごく柔らかくしてくれる成分が入ってるんですよね。だからそれで軽めのイボなら十分取れちゃうんですけど、でもそれで不十分の人は、あの欲維忍っていう、欲維忍エキスっていうサプリメントがあるんですけど、あの医薬品にもなってて、病院でも処方してもらえますし、薬局でもあの薬剤師さんがいる薬局に行って欲維忍くださいって言ったら買えるサプリメントがあって、それがお肌の代謝をすごい促してくれるサプリメントなんですね。だからあのお肌って中からこう押し上げられてどんどん新しいものに変わってってるんですよ、実は。だから欲維忍を飲むとイボはあの中から治っていきます。だからもしこのねスピール効で治らない人はぜひ欲維忍を試してみてください。で、あの他にね飲んでいるお薬とかがあったら、あの組み合わせとかがあるんで、薬剤師さんに今飲んでるお薬を伝えればあのすぐ教えてくれます。だからぜひ試してみてくださいという薬剤師のお時間でした。足の裏のイボについてでした。チョケさんメールありがとうございました。続いてラジオネームのとしげさん、走れ火曜国金曜日、朝のスマイルサプリ福井セリナ終わってしまうんだね。短い期間でも走れのパーソナリティを体験して勉強になったことがたくさんあったのでは。セリナのスマイルを忘れずに頑張ってください、お疲れ様という素敵な、おはがきをいただいています。ありがとうございます。いや本当に勉強になったことはたくさんありましたね。なんかこう多分入ってきた頃って私完全にこう社会人になってほやほやの状態、もう学生で終わりたてだったので、もう初めてちゃんとしたお仕事をいただいたのがもう走れだったんですよ。なんか何もわからない、本当に右も左もわからない、でラジオも初めてっていう状態で、すごい最初怖くて、でも怖いけど逆に何も知らなかったからこう何でもできたところがあったんですよね、最初の方は。でもだん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 こう回を重ねていくうちに、まあ、少しね私なりに責任感とかが芽生えてきて、他の曜日のパーソナリティさんとかも聞くわけじゃないですか。あれ?みたいな、私だけはちゃめちゃやと思って、ゆるゆるやどうしようと思って、あれなんかみんなすごくちゃんとしてるし、プロの方たちですから、私だけちょっと浮いてるかもしれないと思って、結構ね 2,3 ヶ月焦ってた時期ありました。最初は逆によくって、途中ぐらいですね、で焦ってた時期ありました。でなんか結構焦ってたらものすごい噛むようになっちゃったりとかして、あなんかあんまりうまくできないなって思ってた時も、でも走れってやっぱりツイッターとかもねあって、リスナーさんからもメールがたくさん来て、なんかこうリスナーさんをすごく近くに感じられる番組じゃないですか。だからこういう私のはちゃめちゃなところもなんかエンタメとして捉えてくれて、なんかこうなんていうの、楽しんでくれる、なんかこうリスナーさんの気量があるというか、こう見守ってくれてるんだなっていう、なんていうんだろう、そのままでいいんだよ、なんか楽しんでやればいいんだよっていうのをリスナーさんからすごく教えてもらいました。そう、懐が海より広いもう宇宙って感じなんですけど、もうこういうのも許してくれるリスナーさんが本当にすごいと思いますし、
やっぱり若杉ディレクターとか中村 AD も、もう私のこのバカさを、なんて言うんだろう、楽しんでくれるんですよね。だからそれがすごい嬉しくて、いや、このままじゃダメだって焦った時も、なんて言うんだろう、安心させてくれたっていうか、なんかそういう経験をしたのが、しかも一番最初に、本当にこう人生のいい経験だったなって思って、これからいろいろお仕事していくこともあると思いますし、なんかこうアベマとかにも出てるので、やっぱり皆さんのお目にかかることもしかしたらあるかもしれないんですけど、そういう時もね、基盤に私の中に走れがあるっていうのを、こうなんかこう頭に思い浮かべて私を見てほしいなっていうふうに思ってます。いや、皆さん本当に聞いてくださってありがとうございました。これからもよろしくお願いします。のしとぎさん、おはがきありがとうございました。それでは続いての曲に行きましょう。2003年平成15年の一曲、ミスターチルドレンでくるみ。お届けした曲はミスターチルドレンでくるみでした。そして実はなんと走れ金曜日にマリコおばあちゃんが遊びに来てくれました。嬉しい、早起き、すごい嬉しい。すごい元気そうです、マリコおばあちゃんが元気づけに来てくれました、私のことを。いや、いてくれるだけでこんなにも安心感がある、やっぱりおばあちゃんです。すごい、ありがとうございます、マリコさん。やっぱりね、こんなにも先輩と仲良くなれるなんて財産だなって思います。なんか正直やっぱり年齢が離れてる方だったりとか大先輩だったり、もうキャリアも全然違いますし、なんかそれこそ女優さんですし、マリコさんってなんかこう普通だったら近寄りがたいような感じじゃないですか。でもすごく気さくに接してくださって、なんか先生飲み行こうよとかね、まあまだコロナじゃなかった時とかもなんか気さくに誘ってくださって、え、こんなに仲良くしてくれるのっていう、もう感動ばっかりでしたね。これからもね、仲良くしてくださるみたいなのでたくさんね、人生のご指導をいただきながら、私はマリコおばあちゃんを拝んで生きていきますそれではね、すぐなんですが本日最後の曲に行きたいと思います。1986年、昭和61年の一曲、井上陽水さんで新しいラプソディ。東京浜松町の文化放送キーステーションに生放送でお届けしてきました走れ歌謡曲も、そろそろお別れの時間になりました。明日土曜日のパーソナリティは千本木さやかさんです。ボンちゃんラスト頑張ってね。走れ歌謡曲のグランドフィナーレ放送です。最後のバトンをボンちゃんに託します。皆さんぜひお聞きください。ということで、ついについに終わりになっちゃいました。なんか、あ、松原さんが遊びに来てくれた、やったー嬉しい、松原さんが来てくれるなんて、いや、私の人生やっぱり捨てたもんじゃないなって今ね思いますね、本当にいや、こんなにあったかいラジオ番組なんてもう絶対出会えないと思います、正直ね。なんかこれからね、なんかお話しするのが大好きだなってこのラジオ番組走れ歌謡曲でこう思うことができたので、ぜひこれからおしゃべりの方もなんか頑張ってお仕事ができたらなっていう風に思ってます。だからぜひね、ここで終わりじゃなくって、皆さんこれからも私のことをずっと見てくださっていただけたら嬉しいです。その他のパーソナリティの方たちもね、なんかいろんなところでお仕事されてるので全然お別れじゃないです。だから皆さんいつまでもいつまでも一緒に走っていただけたらなっていう風に思ってます。なんかこんなね、おバカな子を放っておくと大変なことになっちゃうんですよだから皆さんが見守っていてくれないとですね、
私はちょっと不安なんですね。そう、まあ、あの放っておくリスナーさんも不安だと思うんですけどだからぜひ私のことをこれからも見続けていてくれたら嬉しいなっていう風に思います。いや正直走りがない生活なんてもう考えられませんし、まあ、本当に私は皆さんとここでお別れだと思っていません。なので自分の心の中に走れの思い出をしまって永久保存にしたいと思っています。それではそろそろお時間が来てしまいました。またどこかでぜひお耳にかかりたいと思います。あ、また噛んじゃったお相手は朝のスマイルサプリ福井セリナでした。リスナーの皆さん、またね。NHK 民放連共同ラジオキャンペーン、ラジオの証言、災害を語り継ぐ。全国のラジオ局が一体となり、語り継がれるべき被災者のインタビューなどを掲載した災害特設サイトが開設されています。詳しくはラジオの証言で検索。関西テレビアナウンサー藤本恵子です。村西理恵です。私たち関西テレビのアナウンサーがお送りするラジオ番組がラジオ大阪で始まります、うん、その名もか、うん、てら。普段はテレビに出ている私たちが初めてラジオに挑戦します。毎回いろんなカンテレアナウンサー2人のタッグでお届けしますよ。組み合わせによっては深夜のラジオ大阪で化学反応が起きるかも。今からドキドキワクワクが止まりません。カンテレのアナウンサーが初めて挑戦するラジオカンテラは3月29日月曜日深夜3時スタート。ぜひ聞いてください。ぐる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 しっぽぐる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 。ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。4月1日木曜日の深夜3時から新しい番組が始まります。その名もぐるぐるラジオ。ぐるぐるラジオ、地域も人もぐる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 巻き込んでラジオでつながっていきましょうという番組です。日本各地ご当地の人にふるさとのおすすめを聞いたり、全国のアナウンサーやラジオパーソナリティへのインタビューもあります。ラジオで新しいふるさとや人に出会う1時間、ぐるぐるラジオは4月1日深夜3時スタートです。ぐるぐるラジオ。フェイスブックっていいねとかすんのがなんかな。フェイスブックラジオ大阪もやってます。いいねなんてしなくていいので見てください。あ、いいねしちゃった。やった、5時です。